こんにちは、クリエイターズジャパンの浩平です。今回はプレミアプロで使える時短テクニック5選ご紹介したいと思います。動画編集はとにかく時間のかかる作業で、始めたてで慣れない方だけではなく、すでにお仕事でプレミアプロを使われている方でも時間がかかってしまう方は多いと思います。なので今回は初心者の方にでもすぐ実践できる時短テクニックを5つご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは始めていきたいと思います。まず1つ目にご紹介するのはショートカットキーの設定です。ショートカットキーとは、あらかじめ設定した操作をキー一つで操作ができることです。このショートカットキーを使いこなすことで操作性が上がり、効率よく作業することができます。またショートカットキーは自分好みに設定することができます。例えばカットをする際、ショートカットキーを使わない場合はレーザーツールを使って、このカーソルをこのクリップに合わせて編集点、まあ要はカットの切り込みですね、このように入れて、で使わないところを選択して消して、そして右クリックでリップル削除をしていくというのがショートカットキーを使わないカットの仕方なんですけど、このやり方だとめちゃくちゃ手間増えてめちゃくちゃめんどくさいんですけど、カットのショートカットキーを設定することによってめちゃめちゃ効率が良くなります。画面上部の編集をクリックして、この下から2番目のキーボードショートカット、こちらをクリックします。これが僕が現在設定しているショートカットキーになるんですけども、そのうちカットで使っている部分が、まずこの A の部分が前の編集点を再生ヘッドまでリップルトリミング、そして S が編集点を追加、 D が次の編集点を再生ヘッドまでリップルトリミング、そして F がリップル削除、この4つをカットのショートカットキーとして設定しています。ではこのショートカットキーを使ってもう一度カットの作業をやってみたいと思います。では編集点を追加するショートカットキーは S なんで S を押します。そして次に前の編集点を再生ヘッドまでリップルトリミング、これをすると、今タイムバーがあるここから1個前の編集点、この間をカットでトリミングまでしてくれるというショートカットキーになります。そして次が次の編集点を再生ヘッドまでリップルトリミングというものは、このタイムバーから右にある編集点、ここまでの間をカットしてトリミングしてくれるショートカットキーになります。そしてリップル削除は、クリップとクリップの間にあるこの一つのクリップを削除して、このクリップを左に詰めることを言います。なんで今回このクリップがいらないときは F ボタンを押して、このようにリップル削除までしてくれます。最初にお見せしたやり方よりもショートカットキーを設定したカットの方がめちゃくちゃ効率も良く、手早く編集を進めることができます。そしてショートカットキーの設定ですが、先ほどのこのキーボードショートカットのこの画面を開いて、ショートカットとして割り振りたい動作をここで指定することができます。では先ほど操作したリップル削除をショートカットキーに設定してみたいと思います。今この F のところにリップル削除のショートカットがあるんですけども、この削除を一度したいと思います。 F をクリックすると、ここにリップル削除のコマンドがあるんですけども、この横の×をクリックすると、今リップル削除のショートカットキーが消されました。ではもう一度リップル削除をショートカットに登録したいと思います。リップル削除をドラッグ&ドロップで F のところに入れます。そうするだけでショートカットキーの登録ができます。他にもこのようにシフトキーを押したり、コントロールキーを押したりすると、またショートカットキーの配置が変わるので、このあたりも自分で使いやすいショートカットキーの設定をしていただけたらなと思います。2つ目にご紹介するのがオーディオトラックミキサーでの音調整です。僕自身もそうだったんですが、効果音や BGM をシーケンスパネルに入れて直接クリップから音量調整をしてしまうんですが、これだと SE 一つ一つの音を変えることになるので、かなり手間がかかってしまいます。では実際にオーディオトラックミキサーを出してみたいと思います。画面上部のこのウィンドウをクリックして、この真ん中にあるこのオーディオトラックミキサーを選択します。そうするとこのようなオーディオトラックミキサーのパネルが出てくるんですけども、これを下に移動するとこのような画面が出てくるんですけど、このつまみ、ボリュームを下に下げるとオーディオのボリュームを調整することができます。今ここは A2 の部分のボリュームを下げているんで、まあ、例えばこの A2 の数字をまあマイナス15としましょう。そして A3 をマイナス25というふうにすると、シーケンスの A2 この部分は SE や BGM が入ると全てマイナス15になるということです。そして A3、 ここに SE や BGM が入るとマイナス25のボリュームが適用されるというふうになります。なのであとは SE を入れる際に A2 に SE をいろいろ入れても
ここは全てマイナス15になって、音の大きい SE や BGM は A3 に入れるとこっちはマイナス25と適用されるので、ここからボリュームを調整するという手間が省けて、シーケンスに素材をポンポン入れるだけで済むというめちゃめちゃ効率が良くなります。3つ目にご紹介するのがプロジェクトデータの管理整理です。一見地味でテクニックとは関係ないように思いますが、編集作業を続けていくとプロジェクトパネルに追加された素材データが散らかってしまうため、必要な時に必要な素材をすぐに使えず探す時間がかかってしまいます。なので素材が散らからないように bin というフォルダのようなものを使うことでデータ管理がしやすく、編集の時の煩わしさがなくなります。 bin の作成方法は、まずプロジェクト画面で右クリックを押して、上にあるこの新規 bin、 こちらをクリックします。そうすると bin の名前を変更できるので、ここで自分の分かりやすい名前に変更します。じゃあ今回ここは BGM SE と打っておきます。あとは入れたい素材をドラッグアンドロップで bin の中に入れます。そうするとこの bin の中に素材を入れることができます。もしくはフォルダごとドラッグアンドロップでプロジェクトパネルに入れると、そのフォルダがそのまま bin として、素材もそのまま中に入れることができるので、素材を入れる際はフォルダのまま入れることもおすすめします。最後にご紹介するのがテロップの時短テクニックです。動画編集で今お見せしているように、フルテロップを打ち込んだ後にテロップデザインやフォントを変更してほしいとクライアントから修正があった時、このクリップ一つ一つを修正すると考えると想像したくないくらい大変ですよね。でも実はデザインやフォントは一括で修正することができるので、そちらについて解説していきます。ではここにシンプルなテロップデザインをこのように用意しました。ではこのテロップに一括でデザインを入れていきたいと思います。では一つクリップを選択して、このテロップにデザインを入れていきたいと思います。はい、ではこのような赤と黒の境界線が追加されたテロップにデザインを変更しました。ではこのデザインを他のテロップに反映させていきたいので、ではテキストを選択して、エッセンスラグラフィックスのこのリンクスタイルのこのプラスボタンをクリックすると、スタイルを作成というものがあるので、こちらをクリックします。そうすると新規テキストスタイルというパネルが出るんですけども、まあ、ここで自分の分かりやすい名前に変更してください。まあ、今回は分かりやすく猫のテロップと入れておきます。そしてプロジェクトに保存するかローカルスタイルに保存するかというものがあるんですけども、今回はこのプロジェクトに保存しておきたいので、ローカルスタイルの保存のチェックは外しておきます。そしてこの OK ボタンを押します。そうすると先ほど作成したテロップデザインがテキストスタイルとしてプロジェクトパネルに追加されました。あとは他のクリップをビッとドラッグで複数選択した状態で、このテキストスタイルをドラッグアンドロップで投げます。そうすることによって同じテロップデザインを反映することができます。そしてここからこのフォントでテロップデザインを作りましたけど、いざ動画を作った後にフォントだけ変更したいことや、まあ、あとお仕事でフォントを変更してほしいと言われた際に、まあ、このようにテロップを一個一個選んで、エッセンスラグラフィックスが変更後のフォントを選ぶってなると、まあ、今回はテロップが6個しかないんですけども、これがたくさんあればあるほどとんでもない修正の量になってしまって、考えたくもないぐらいめちゃめちゃ大変なんですけども、これを一括でフォントを変更するやり方があるので、そちらご紹介したいと思います。では画面上部のこのグラフィックとタイトル、こちらをクリックすると、この一番下にプロジェクト内のフォントを置換というものがあります。こちらをクリックすると、このような画面が出てくるんですけれども、この画面にコーポレートロゴバージョン2ボールドっていうのがあるんですけれども、これが今この動画で使われているフォントの種類になります。変更したいフォントだけを選択してもらうんですけれども、まあ、今回はコーポレートロゴだけなんで、こちらをクリックします。そして下のこの置換フォントというところをクリックすると、このフォントを選択することができるので、ここで変更したいフォントを選択します。では今回はこの肉丸フォントを選択します。そして置き換えるフォントが決まったら、このまま OK ボタンをクリックします。そうするとテロップデザインそのまんまで、全てのテロップがこのように肉丸フォントに変更されています。最初はシンプルなテロップデザインから始めましたけども、テキストスタイルを作って一括で反映させて、その後にこのグラフィックとタイトルのプロジェクト内のフォントを置換、この2つを使うことだけでデザインとフォントを一括で変更することができるので、今回はテロップの数が少ないんですけども、5分や10分それ以上の尺でフルテロップってなるとめちゃくちゃな数あるんですけども、このやり方覚えていただくと簡単にテロップを一括で変更することができるので、ぜひこちらも覚えていただけたらなと思います。いかがでしたでしょうか。今回はプレミアプロで使える時短テクニック5選ご紹介しました。作業の時短ができると案件での時給計算も上がったり、効率よく編集作業ができるので、ぜひ今回ご紹介した時短テクニック試していただけたらと思います。
また動画編集を始めたい方やアフターエフェクトなどに興味のある方はクリエイターズジャパンの公式 LINE を登録していただくと6日間無料の講座やご覧の豪華7大特典もプレゼントしているので、ぜひそちらも受け取ってください。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。